闇夜に一閃、忍びの一撃、正義の刃で悪を討つ、帝国歌劇団参上。上野公園がこんな有様か。さくらたちは無事なのか。雨宮先生とは連絡が取れなくなっています。カオルさん、くそ、なんだこの雑音は。通信状態が悪い、コーマの妨害工作かも。まずはさくらたちと合流したい。無事かどうか心配。そうだな、よし、十分に警戒しながら進もう。行くぞ、伊藤両断。やあ、そうだ、生きれるか。さて、そうだ、行くぞ。これからたっぷりとてめえの仲間をいたぶるお楽しみタイムだ。てめえらが俺のところまで来るのか、こいつらが死ぬの、どっちが早いかな。貴様、そこだ、ちょっ、うん、やっ、同じに生きれるか。行くぞ、やあ、落ち着いて。大丈夫、さくらたちはまだ生きてる。急ごう、一刻も早く合流するんだ。手のコーマか。待って、清十郎、望月流忍法破幻の術。清十郎、この大蛇は幻術、アザミたちの攻撃は通用しない。なるほど、相手にするだけ時間の無駄か。先を急ごう。
大蛇の動きに気をつけて進むぞ。見切れるか。見切れるか。遅い。行くぞ。抜けるぞ。奴らだな。闇を切り裂く神速の刃。おい人間、なんとかって言ってたな。貴様に名乗る名などない。確かあんな名だったかな。お母ちゃんってか。うるさい、口を閉じろ。こうまで。威勢がいいぞって。だがそれもいつまで持つかな。通信は繋がらないのか。みんな頼むから無事でいてくれ。チッ、切り抜けやがったか。ムカつく連中だぜ。みんなが助けを待っているんだ。俺たちは立ち止まるわけにはいかない。
行くぞ。入る。いじめるか。遅い。霊力がみなぎってやった。いやあ。せっ。はい。あえ。やった。いや。いじめるか。元気出して。発動量だ。いや。この気配、聖十郎、走って。なんだ、どうしたんだ。とにかく全力で走って。この気配、聖十郎、走って。なんだ、どうしたんだ。とにかく全力で走って。大丈夫か。前見て走って。なんとか振り切ったな。ありがとう、アザミ、助かったよ。気配を探るのは忍者のお箱。これぞ望月流忍法、霊感の術。聖十郎、この上にさくらたちの気配がある。本当か。よし、急いで壁を登るぞ。行くぞ。いじめるか。同僚だ。はい、いじめるか。行くぞ。オボロ、命散る間際に駆けつけた仲間、感動だね。ヘドが出るほどに。やけどよ、大丈夫なのか。揃いも揃ってボロボロだぜ。そんなんで本当に俺様とやるつもりかよ。おいおい、何言ってんだよ。これからが見せ場じゃねえか。体はボロボロでも心は折れていない。まだこの胸に戦う力は残っているわ。人の心の力はあなたが思っている以上に強いんです。信じられる仲間がいる。だから花組は無敵。オボロ、お前に俺たちの本当の力を見せてやる。うぜんだよ、うぜんだよ、てめえら。その本当の力とやらを叩き合ってやる。来いよ、帝国歌劇団。こいつらを倒して追ってこい。やっ、入る。はい、発動量だ。行くぞ、いじめるか。聞こえますか、神山さん。俺さん、聞こえます。通信が回復したようですね。そちらの状況はどうですか。さくらたちと合流できました。全員無事です。このままオボロを追います。了解しました。お気をつけて。
みんな無事でよかった。ったく遅いぜ隊長。本当に待ちくたびれたわキャプテン。信じてました、来てくれるって信じてました。みんな揃えばもう怖いものなんてありません。今度こそオボロを倒しましょう神山さん。ああ、花組の力を見せてやる。オボロを追うぞ。やっ、神山さん、オボロの攻撃に気をつけてください。攻撃？まさか。多分現実、おそらくあの大蛇よりも強力だと思う。なるほど、十分に気をつけよう。普通の手は、これがオボロの剣術なのか。その通りだ、これでてめえらを殺してやるよ。あの攻撃をどうにかしねえと。隊長、できるわけねえよバーカ。俺様の剣術は完璧だぜ。聖獣郎、ここはアザミに任せて。オボロの剣術が消えた。こいつはすげえ。アザミ、頼りになるぜ。これが本物の忍者の力、任せて。ニンニン、本気出してやるぜ。わかった、わかったよ。お前の忍術は大したもんだ。どうだ、俺と組まないか。絶対に楽しくさせてやるからよ。アザミはお前のような悪に従わない。観念しろ、オボロ。てめえには聞いてねえよ。アザミちゃんに聞いてんの。見てたよ、こいつはダメな隊長だな。こいつがここまで来られたのはさ、全部アザミちゃんのおかげ。こいつは何もできない。一緒にいてもいいことないと思うよ。ねえ、俺と楽しもうよ。こんなやつ無視してさ。偽物の笑顔、黙れ。何？隊長は確かに忍術とか使えないし、秀でた特技もない。頭も良くない。あ、アザミ。でも本当のアザミを見ていてくれる。アザミの本当の気持ちを分かってくれる。お前のような奴が聖獣郎を笑うな。聖獣郎はアザミにとって本物の隊長なんだ。アザミ、ありがとう。俺もアザミを信じているよ。聖獣郎、お互い本物になれるようこれからも一緒に頑張ろう。聖獣郎はアザミを信じてくれた。アザミの道は正しいって言ってくれた。だから今のアザミに怖いものなんてない。聖獣郎と一緒ならアザミはどこにだって行ける。アザミの掟一条、アザミは聖獣郎のためにある。
さま、俺の誘いを断るだと。じゃあいらねえよ、全員まとめて殺してやる。てめえらまとめて皆殺しだ。行くぞみんな。目標おぼろきの撃破、帝国歌劇団花組出撃せよ。了解。行くぞ。闇を切り裂く迅速の刃、お疲れ様。その顔じゃとなんとかなったようじゃな。棟梁。うん、アザミよ、いい隊長に巡り会えたな。うん、神山清十郎殿、これからもアザミをよろしくお願いいたす。はい、精一杯アザミを守ります。おい隊長、アザミ何して
つものやるぞ。棟梁も。いい、写真はすかん。わしのことはいいから、ほら、行ってこい。うん。忍ぶも忍ばぬも、忍者次第。思いのままに突き進め。それじゃあみんな、用意はいい？せーの、勝利のポーズ。決め。写真はスカンとか言ってしっかり入ってるじゃないですか。ほっ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 、まあ良いではないか。まさか農夫というのも真っ赤な嘘で、実は本物の忍者だったなんて。まったく、どこまでが嘘でどこからが本当なんだか。忍者の言葉を簡単に信じる方が悪い。ぐっ、そうきますか。じゃがあんたは自分が信じるべきものが分かっておる。大した隊長さんじゃよ。のう、アザミ。うん、清十郎。ん？清十郎のおかげでアザミは本物になれた。ありがとう、すごく嬉しい。それと大好きだよ、清十郎。今までありがとう。絶対に忘れないよ。なんだ今の衝撃は。帝撃が燃えてる。あれは人。帝撃を守れなくてすみません。夜叉を止めることができませんでした。いえ、みんなが無事でよかったわ。被害状況は？格納庫の一部がかなり破壊されましたが、整備機能などは無事です。格納庫？夜叉はどうやって侵入したんです？正面玄関から堂々と入ってきて格納庫にまっすぐ向かってったみたいや。そんなバカな。昇降機の扉には暗号が設定されている。無理に侵入するのは不可能だ。そうですよね。扉の暗号は解除されていました。すべて正しい手順で。なんだって。つまり
夜叉は暗号を知っていたということです。何らかの手段で入手したのか、それとも内部にスパイが潜んでいるのか。スパイ？兵撃にスパイなんていない。俺はみんなを信じている。俺たちは命を懸けて共に戦う仲間なんだぞ。そうね、私も同じ気持ちよ。ただ夜叉がなぜ暗号を知っていたのか、調査を続ける必要はありますわね。まあいいわ。他に被害は？さくらちゃんの無限が破壊されました。修理することは不可能です。え？そんな、もうすぐ完成だったのに。そうなんだ。三色コーブは私を守って壊れちゃった。無限ももうない。私の戦う力はもうないんだ。さくら、私の夢は新宮寺さんのようになることで、でもその新宮寺さんが夜叉が敵で。さくら、顔が真っ青だぜ。おい、大丈夫か？離して！さくら。戦うための力も、憧れも、全部なくしちゃった。私の目指してきたものは、夢は、どこにあるのかな？私、もう戦えないよ。おいおい、こんなところで何やってんだ。ったく、どいつもこいつも頼りねえ。どんな時でも目見開いて前に進む、それがお前の強さだろうが。こうなったら私が直接行って目覚まさせてやる。次回、新桜大戦、桜の秘境、大正桜にロマンの嵐。これが新たな力。